はい、ということで今週ゲストが来てくれてるそうで、うん、上田玲奈さんと平川大輔さんです。来てくれてるそうです。どうし、で、出ます？お前、いや、どんな MC？ そろそろやりますか？いやいや、出づらいや、もう一回、うん、じゃあちょっと今のカットしてもらって。ない、生放送、うん、びっくりする。そして今週はゲストが来てくれています。緊張しすぎ。上田玲奈さん、平川大輔さんです。どうぞ。よろしくお願いします。なんか不思議なメンツですね。ね、いやいやいや、不思議じゃないんですよ。今日はどうして来たんですか？お前闇深い。今日のお前は闇深いぞ。キーアン誕生日おめでとう。祝わんでええわ。祝うために。あ、翔太もおめでとう。いやいや、そこはおめでとう。祝わんでええわ。いやいや、違うんですよ。今日、先ほどもちょっと言いましたけども、まあ、ロード・エル・メロイ2世の事件簿のスペシャルコラボということで、はいはい、今日お二人に来ていただいたんですよ。あ、なんか先週言ってましたね。言ってたよ。覚えてて。あ、ごめんなさい、うん、そうなんですね。あ、これその作品よく知らないから、なんでここにいるんだろう。なんでさ、一緒にやる MC はみんなやさ嫉妬深いんだよ。どうせだったら俺この中でいい作品だよねってやりたかったんですよ。いや、やっとけ、とりあえずやっとけって。知らないから。分かった分かった。ちょっと待って、じゃあまず紹介しようよ。紹介します。平川さん、ちょっとまずちょっと紹介いいですか？あ、キャラクターの、あの、はい、あの、いや、あ、平川さん自身。はい、改めまして、平川大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして上田玲奈です。よろしくお願いします。お二人とも浴衣着てくれたんですね。そうなんだよ。浴衣ウィークって聞いたんで着せてもらいました。すごい。平川さん、ちょっと立っていただいて。え、立っていただいて。女性からじゃないの、それは。じゃないです。俺からなんだ。すげえ、ストレートにすぐ来たな。これ姿だろ。じゃないです。前座っす、前座。はい、回って回って。いやいや、平川さん素敵。いや、平川さんはすごくこう和装の似合う声優さんで、和装のキャラクターも多いっすよね。そうですね、和装のキャラクターいっぱいやらせていただいてますね。なんか結構イベントでも結構浴衣は着ちゃってる感じなイメージが。はいはい、その時は自分でね着るんですけど、今日は着せてもらいました。はい、自分でもやっぱ何着も持ってらっしゃるんですか？うちに何着かありますね、浴衣。で、着たりするんですか？全然着ない。イベントの時のみ。そう、イベントの時だから屋内でしか着たことがない。ああ、そうか、花火大会とかね。そうそう、実際に外出る時に着たことがない感じ。ああ、へえ、なんかそうですよね。無駄に増えていく。無駄じゃないですよ。でも好きそうですけどね、和服。あ、でも、あの、嫌いじゃないですね。へえ、うん、なんか家の中とかでも着てそうなイメージが勝手にありますね。あ、そんなイメージ、筆とか持ってそう。持ってお茶とかめっちゃ飲んでそう。飲んでそう。マジか。どんな想像を膨らませてんの。もう家とかすげえ和風なんだろうなって。そんな、なんかカポモンとか言うのじゃないから。全然違うから。違うの？違うのか。そういう感じか。まあ、こっちでしょ、それより。いや、もう